トリーです。赤さんです。今日もマインクラフト頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。前回のあらすじ、ボスボッコボコ。今回のあらすじ、ボスボッコボコ。要するに前回の再放送です。チャプター5もの 72% まで達成しました。今回残りのクエストを終わらせて、この世の終わりを見てみたいと思います。ちゃんとエンディングを見ようってようね。ということでまずはこれ、フュージョンリアクター。フュージョンというと、融合とか融解とかそういう意味だな。なんか必要数がえげつないほど多いですが、頑張って作っていきましょう。まあ言ってもこのモッドパックの最後だからな。相当難しいというか、複雑ではあるな。最後の最後になって、元素分解をたくさん要求されてきます。今まで手動でアイテムを搬送していましたが、さすがに面倒なので自動化です。おや、このエンチャント施設は？前回ガイアガーディアンを倒した時の斧、あれに幸運をつけるためのエンチャ台ですね。斧に幸運をつけるとガイアの頭が落ちやすいと聞いたもので、まあ邪魔なので解体しまして、分解器と発電機を回収。アイテム輸送の要、ホッパー、上位互換。元素分解器は速度が速く、搬送の量も増えるので、最大効率であるダイヤモンドホッパーを使います。まあもうダイヤモンドに困ってないしな。それな、ホッパーを使うということですでにお気づきの方もいるかもしれませんが、完全にかまど自動精錬と同じ仕組みになっております。上のホッパーから分解したいアイテムを入れて、下のホッパーから分解したものを入れる。結局どれだけ科学に頼ろうとも最後にたどり着くのは古代兵器ホッパー。はい、これで完成。上のチェストに分解したいものを入れると、分解器で分解されて、下のチェストに格納される。これならもっと知らない人でも理解できるな。ホッパーイズわかりやすい。でもちょっとだけ改良。分解器の速度が速すぎてアイテムの搬出が間に合わないので、搬出がスタック単位のエクストラクターを使います。これで詰まることなく搬出される。と思いきや、次はチェストがパンパンのパンになってしまいました。チェストを連結させるか、でかいチェストを使うかだな。チェスト連結はあまり好きじゃないんですよね。なのででかいチェストを使おうと思います。ネザーレンガ、鉄インゴット、ブレイズパウダーで、ネザーチェスト、これは大容量。なのか？ハイドーン。スロットちっちゃ、これが大容量なのか？聞いて驚け見て笑え、このチェストは1スロットにつき512個もアイテムが入るのだ。いや笑うんかい、なかなかの収納スペースだと思いませんか？収納問題が解決したところで、必要アイテムを作っていきます。エンダーアイを分解してできたネオジムと、鉄鉱石を分解してできたタングステンを、それぞれ、インゴットに還元していきます。タングステンインゴットと、タングステンインゴット。その二つのインゴットと、ボル系のコアブロックで、フュージョンケーシングの完成。これで16個完成か。必要数、98個なんですけどね。あれ？結構鉄鉱石とエンダーアイ分解したよね。まあそれは必要数あるので、そっちは問題ありません。問題なのはボルケイノコアブロックの方です。ボルケイノコアブロックといえば、以前マグマダイブして手に入れたブロックだな。このボルケイノブロック、足りねえんですわ。じゃあまた取りに行かないとな。そうですね。でもどうせなので、ボルケイノブロック専用の場所を確保しようと思います。ボルケイノコアブロックを作るには Y10 以下に行かないといけません。ボルケイノコアブロックを作るためにマグマに潜るのは面倒だしだるいし時間かかるし面倒だし面倒なので、簡単に Y10 以下に行ける場所を作りましょう。まずはクォーツを元素分解して、シリコンディオキサイドを作ります。このシリコンディオキサイドを合成器にかけて、丸石を作ります。今までは丸石は丸石の花から手に入れてたんだが、時代は変わるものだな。ネザークオーツから丸石が手に入っちゃいます。すごい。で、どうせなので合成器も自動的にするようにしました。丸石のチェストにアイテムを入れると元素分解してくれて、木のチェストに元素を入れると元素合成してくれるんだな。すっきりして見やすいですね。あとはこれを粉砕機にかけて、砂利を作ります。砂利がどうして Y10 以下に行くことになるのか。これがわからない。そしたらこの砂利を溶岩に埋めていきます。あ、粉砕し、四角くなるように砂利を落としていきます。はい、これで囲い終わりました。そしたら次はその中の溶岩を抜いていきます。抜くのはもちろん、砂利さんです。砂利で液体を抜くとか、もっといい方法はなかったものかねー。抜き切ったら、その中の砂利を回収します。はい、すっぽり、これは Y10 以下余裕だな。はしごの最上位、ダイヤモンドのはしごを使ってみます。ダイヤモンドのはしごってなんだ？見た目が綺麗なのか？いえいえ、登る速度が速くなります。なんでだよ。ダイヤモンドには不思議な力があるとしか言えませんね。これでボルケイノコアブロックの生成が簡単になりました。あや、掘れない。ああ、思い出した。特別な杖が必要なんだった。とにかく、
これでボルコアの回収ができるな。はい、従順ケーシングもこれで必要量確保できますね。エンドブロックを分解して、トリウムの元素を入手します。そして、トリウムインゴット、トリウムインゴットとフュージョンケーシング、ネザースターを合わせて、フュージョンコア、これを合計3つ作ります。3つ作ります。まさかの呪文。ということは、あ、2つネザースターを手に入れないといけないのか。よし、今までは手作りでネザースターを作っていましたが、作るの面倒だからイザー倒すわ。だ、マイクラ界の裏ラスボス。倒したわ。裏ボス討伐終了。はい、これでフュージョンコアを必要数作りました。それじゃあ最後の必要アイテム、フュージョンコントローラーを作りましょう。まずはネザーウォートを作って、セレニウムの元素、そしてセレニウムインゴット、そしてフュージョンコントローラー。なんだ、簡単だったな。ネザースター2時間がかかるだけで、さっきのコアもそこまで難しくありませんでしたよ。そして、手に入れたアイテムを組み立てていきます。以前元素分離器を作ったけど、それと全く同じですね。しかし仕組みは無楽です。でも難しく考える必要はないな。例えば、酸素を2つ、入れてみます。酸素の元素記号は8番です。それを2つ合成すると、元素番号16番の用が完成します。つまり、この機械は元素番号の足し算をしてくれます。科学は得意じゃないから詳しくは知らないけど、こんな簡単に別の元素ってルクレルものなのかね。この足し算を使って、元素番号118番のものを作ります。まずはピンク色の染料を分解して、三硫化フタヒ素。これをさらに分解して、元素番号33番のヒ素ができました。これを元素番号26番の鉄と融合して、元素番号59番の元素ができました。これを2つ合わせて。はい、オガネソンの完成です。あとはこれをインゴットにします。お、クエストクリア。クエストクリア、これで元素融合はできましたね。難しそうだけど、よく見たらただの足し算だった。エンドラ討伐始まるぞ。まずは水と粉で、スティッキーペースト、紙と合わせてカートンパネル、カートンパネルとスティッキーペーストで、エンプティーカートン、そしてこの中にケーキをぶち込みます。ぶち込めぶち込め。このケーキが入った箱をオガネソンインゴットで囲むと、エンドケーキが手に入ります。エンドケーキだ。食べると危なそうだな。食べるとエンドに飛ばされます。いやいやおっかねえな。このケーキを食べてエンドに行って、エンドラ倒してこいってことです。それじゃあちょっと行く準備してきます。準備できました。エンドラ討伐、いざ。倒したわ。まあ今さらエンドラ討伐に時間はかからないですよね。エンドラの卵、ゲットだぜ。クエストクリア。ゴブレットを作りました。ゴブレットっていうのは、ちょっとリッチなワイングラスです。オケハーク。ピクシーの壺に血を注いで、なんか赤い瓶ができました。血を注いだんだからどうせアクタイプのアイテムなんだろうな。紫色の染料とテラコッタ、ケーキを合わせて。ドーナツの種です。ドーナツ？ドーナツって、あの穴が開いたドーナツ？そうです。そいや。なんか、タケノコみたいだな。この成長したドーナツを壊すと、マンドラゴラが出てきます。ドーナツとは、このマンドラゴラ、ちょっと厄介でまずダメージが入らない。なんだそのチート。まあでも入らないダメージは直接的なものだけなので、例えば、オラー、落ちろー。こんな風に、落下ダメージなら倒れます。で、このマンドラゴラをどうするんだ？まずはマンドラゴラに赤い液体を登録します。そしたらこの液体をゴブレットに入れます。ほうほう。するとプレイヤーへのダメージがマンドラゴラに転移します。なんだそれ。これで、マンドラゴラがプレイヤーを攻撃しようとするとマンドラゴラにダメージが入るようになりました。これでマンドラゴラが倒れると、ドーナツが入手できます。なんだ、食べるドーナツじゃないのか。でもこれで残ったクエストは残り一つになりました。最後だな。それじゃあ最後のクエスト、始めます。ルーニックアルターに、ガイアの頭、エンドラの卵、動画外で作っちゃったダークネザーブロック、友達の粉、いつの間にか手に入れてたラクダの何か、取り立てのドーナツを4つ、一般モンスターの心臓、スプライトガーディアンの心臓、カ
完成、ボルケイノマスダー。マスター、これでこの世界に詳しくなったということです。ちゃんとチャプター5のクエスト、全部終わってますね。これで火山生活、終了になります。こう見ると、結構な量のクエストを終わらせてきたんだな。そういえばずっと放置していた謎のアイテム、せっかくなので回収してみましょう。こうなりました。こうはならんやろ。なっとるやろがい。ということで、このシリーズはここまで。ちゃんと最後までプレイしきったのって初めてじゃないか。反応なし。こういうモッドパックをプレイするのも久しぶりだったので、とても楽しかったです。それじゃあ、今回はここまでだな。また次回シリーズでお会いしましょう。